はじめまして、セイコアドバンスの鈴木と申します。弊社の一押し製品であります赤外線用カメラ用インク IR インクの説明をさせていただきます。大きな特徴としましては4つ挙げられます。1つは、赤外光までの、波長の低い透過性。こちらのグラフを見て分かります通り780ナノメーターまでは低く、透過性を抑えられますが、780ナノメートルからぐんと急激に上がりまして、それ以降も 90% の透過率を保つことができます。続きまして高い黒色度になります。こちら従来の IR インクですと高い黒色度が保てなかったんですが、こちらのように従来と比べまして黒さが表現できております。3つ目としまして、こちら顔料インクですので高い耐光性能がございます。こちらはフェードメーターの試験で400時間デルタ E を 1% 以下で抑えることができております。最後にですね、低いヘイズ値ということで940ナノメーター以下でのヘイズ値は 1% と、かなり低いヘイズ値を、保つことができております。こちらのパネルの下部になるんですけれども、従来製品の IR のヘイズ値はですね、かなり霞んでおるんですけれども、TCIE と ATS こちらはかなり鮮明な画像がカメラで撮影できる、製品となっております。こちらはですね、私ども、将来の自動車の、自動運転を見据えまして、開発した製品になります。今後も PR して、お客様に、使っていただけるよう、進めてまいりたいと考えております。